なんか最近喉の調子が悪いんよな。マジセーフ。聞かせて。いやー。お疲れーなー。お連れの様。雨やばいよね。老眼取った。やばすぎて。どうして？いいよー。動画撮りました。マジでやばくて。雷ね、やばかったね。さすがに動画撮った。たくさんメッセージ書こう。今日もサイン書かないと。え、髪の毛終わってない？ここまで広がってるんやけど。どういうこと？かわいい！失礼を、おっつー。ちょっと待ってて。てかめ、ありがとう。風もか。え、マジやばい。直撃？これって。記事すぎる？大変すぎ。今日見て、ストレートにしたこっち。巻いてないね。ストレートでした。けどもう髪の毛は湿気と汗でやられてます。熱っ。台風まだか。台風まだなんや。かわいい。うんうん、おつー。うまっ。マジ雨やばい。びっくりした。どこもしよかったよ。初めて言われちゃった。少しだけ嫌のにさ、なんかお見送りあんまり気づかれてないんかなってレナ思ったんやけど、こっちが気づかれんことあるとか思ったけど、まあ、一応ちゃんと見てくれてたかな。お見送りも一段とかわいい。汗は全然やばくないよ。汗とかやばいとか言わんとって。汗全くかいてないから。なんかタクシーが70人以上待ちみたいな、もうほぼ100人みたいな、100人待ちで全然こんくて。でなんかレナは名古屋でタクシーを呼ぶときはマジ一瞬で来んねん。一瞬で来るんですけど、なんか名駅とかにもたくさんタクシーおるやん。やねんけど、もうオーマイガーって感じ。タクシー全然捕まえられなくてよかったです。うんうん。あ、ビームの開脚のところおもろいでしょあれ。眠い。今日は疲れましたねえ。電車もね止まってるらしい。今日も会いたい人生でしたとか言えないからひらがなにしちゃったんだよね。ずぶ濡れになってないです。セーフです。眠いですね。え、眠いからさ、今日あのメッセージじゃないわ、何っけ、あのサイン、今日絶対サインたくさん書くぞって思ったんですけど、まあ、書くわ、書くか。今日は書かなあかんな、さすがに。今さここに置いとんねんけど、もう量が多すぎて書かなって思った。今日はなんか寝ようと思ったんですけど、今日は書かなって思ったので書きます。今日もきれいな。今日も可愛かったよ。ゆきねさんありがとうございます。こんばんは、ハロー。今日も可愛かったよ。ビデオ見たよ。おっつ。そう、手紙のことも最後言ったでしょ、あのお見送りで。よかった、気づいてくれて。聞こえてるかなとか思ったけど。テクシー何。え、マジマジ、ほぼ多分100人ぐらい、多分100人待ちぐらい。だからなんかほんまにやばくて、何かつるせとかだった。結婚して、結婚していいよ。
ね。やばい、57分。迎えに来てくれたん？ほんまに。みんなに迎えに来させたらよかった。逃がせ、すぐ帰った。それも大変そうや。雨やばいよ。シール買いに行ってない。全然買いに行ってない。マジでやばい、マジやばい。みんなを迎えに来てくれたの。みんなを呼べばよかった。怪我してニョン。じゃあ早口すごいです。怪我してニョン。いいニョン、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 にょ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 。やっぱりいいね、それな。いいよね、目って。一台もおらん。え、マジやばいで、タクシー。もうみんな呼んでみ。よ、もう呼ばんでいい人も呼んでみ。やばいから。あ、呼んだあかんけど、そんなあかんけどな。マジやばい。何回やり直してももう人数増えるだけみたいな。どうやって帰ろうって思ってました。ね、3枚ぐらい帰ったらもう1時間とか超えそう。左行ったから220点のついたけど、え、嘘嘘やん。見送りおったで、レナおったのに。残念。バリバリの関西弁じゃないよ。もう遅い。前髪切ってないよ。一旦切ってないで。前髪切ってないよ。今日かいでしょ。今日はチケットなんですよ。今配信やってるから、配信やってそうでチケットです。駅着いたら、タクろうと思ってる。ね、でも気をつけて呼べるか分からへんから。アニハセヨー。結婚できてよかった。よかった。よかったです。感慨深いですね。16周年と同じで。やばい、こっち行け、戦いやしゅちゃんと見ますよ。ちゃんと見てるから。結婚して、いいよ。お前、バブルをタクシーアプリ代わりでやろうと思った。捕まる。楽しみ、最高てやな。あ、でも優しい、シータ雨降る前に。よかった。おやすみ、アプリ。また明日、バイバーイ。バーイ。あー、後ろの方やったからか。うん、前の方行けばよかった。はい、ありがとう、おやすみ。またねー。タクシー、バイバーイ。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 おやすみ。